おはようございます。画家の小木曽です。今日も動画はですね、こちら油絵一発描きということで、お届けしようと思います。約2時間で、描いております。まあ、以前こう水彩で、ライブペイントで、描いたんですけども、まあ、それを油絵に起こしました。まあ、鬼好評とかで見ていて、例えば体が不自由な方とかですね、例えばカルチャーセンターとかで描いているとか、そういった方の絵を見ながら、まあ、1日で描ける仕事の中で、まあ、最大限効果を発揮する方法は何かなと思った時に、まあ、筆触分割法という方法もあるかもしれないですけども、それをもうちょっとこう発展させた後期印象派と呼ばれるポスト印象派、まあ、セザンヌとかゴッホとか、ゴッホあたりをちょっと意識しました。まあ、ゴッホ風とは書いておきますが、ゴッホではないですね。すみません。サムネイル詐欺を起こしました。まあでもちょっとこうゴッホもこういった感じで書いていって、多分最終的には盛り上げていくんやと思いますけども、こういったことを参考に画面全面を使いながら描いていくという方法もぜひ試されてみてください。では。それでは解説をしていこうと思います。今日はまた板ですね、シナベニアにジェッソの黒と白を塗ってから描き出しております。一度ですね、ライブペイントでこれ描きましたので、なんとなく形は分かっていて、まあ全体をどの辺に入れようかなっていうのはある程度頭にあります。まあゴッホ風ということなんですが、まあ画面をこうやって全体を見ながらですね、描いていきます。点をちょっとずつ増やして、いきなり細かいディティールを描くのではなくて、それぞれのバラの位置とか花の位置というのをこう確認しながらですね、描いていきました。初めのうちは、まあ、テレピンみたいな揮発性油を中心に描いていかれるといいかなと思います。で、1日で、まあ、例えばカルチャーセンターなどで1日で描いたりとか、あまりこう細かい描写とかに向いていないという人にはこういった方法も一つかなと思います。画面全面を描きながら徐々に筆致、筆跡を強く残していくという方法を取られてもいいのかなと思います。まあ、なんでこんな私いろんな絵描けるのって聞かれたりしますが、予備校の先生してた時とか、黄色も少し入り出しましたね。まあ、描けるようにならんと指導できないというタイプ、なんですかね。口だけで言うのも嫌なんで、自分で大体実践してみたということがあって、まあ、先生の前からもその浪人生の時とかもある程度いろんなパターンをやってみてっていうことをしていました。だからなんとなく描けるんですね。で、こういうのも時間の中で収めるという仕事なので、今ちょっとずつこうで、もう少しバラを左にずらそうとかしていってます。だからこういうふうに画面全部をこう触りながら、この辺かな、あの辺かなと形をある程度取っていって、右の方のグラスというか、それはちょっと若干画面から下は切れるようにしました。まあ花をなるべく大きく描こうと思いました。そしてちょっと暗い色でアクセントをグググと何箇所かつけて、おります。画面の中でいくつかアクセントが入ってきました。まあ、これによってもある程度これで画面のバランスというのが取れているかなというふうに思います。まあ、ゴッホという絵描きさんというのは、またこれも若くしてラファエロと同い年ですね、37歳。確かカラバッジョも37歳やったんちゃうかなと思いますので、なんか37歳、説というのがあって、私も37の時どうなんかなとか思いながらも生きながらえておりますが、でちょっとずつこう白っぽい色も入れながら、初めは形を取る時はどちらかというと白系の不透明は入れずに、透明色で、描いていって、少しずつこう白っぽいのとか、これあと黄色に生に近い黄色みたいなのを置いていってます。まあ、ゴッホっていうのは人気がありますよね。やっぱ若くして、まあ、自分から自決したという作家さんでもありますし、まあ諸説いろいろ本によってはあれは自殺じゃないとかって書いてある本もあったりするんですけどね。まあ、そういう謎が謎を生むところも面白かったりですね。例えばゴーギャンという人と一緒に生活をしていて、まあ、ゴーギャンも正直生前ほぼ売れなかった絵描きさんなんですよね。
面白いもんですよね。でもう一人、ポール・セザンヌという人はポスト印象派としての代表格ではありますが、まあ、第1回印象派展に出しているんで、ね、なんか後期印象派というとみんなややこしくなりますけども、印象派の考えをまたその飛躍的にまた考え方を伸ばしていったというふうな人であります。1840年、にルノワールとかが生まれてるあたりですか。その13個年下が1853年に、ヴィンセント・バン・ゴッホという人が生まれてます。まあ、もともとはオランダの生まれですね。オランダというのはやはりこう天才が生まれやすい土壌の一つなのかもしれませんよね。フェルメール、レンブラントなんていう二大巨匠もおります。で、ゴッホ、まあ、若い頃から挫折ばかりの一直線お兄さんって感じなんですよね。もう思い込んだらすぐ行動みたいな。絵描きになりたかったわけじゃなくて、初めはね画商なんかを営んでいたんですが、早いうちにクビになるんですよね。23歳ぐらいかな。で、すみません、細かいのは皆さんで勉強してみてください。若くしてクビになって次は修道士になるとかね、そういうことを思い込んだらすぐ行動して、それで挫折してとかいう繰り返すんですよね。で、弟に3つ下やったかな、テオっていう人がいて、その人が結構援助してくれて、お兄ちゃんのためにっていうのでですね、だからそのセザンヌ・ゴーギャン、ゴッホっていうのはほぼ生前売れていないというね。セザンヌという人はお金持ちのボンボンでですね、なかなかこう気難しい性格やったところがあるんですね。こうやって画面全面を塗りながら筆致も生かしつつ、画面の構成要素としてこっちの方向に線を引いたら今度こっちの方向に引いてみようかなっていうことを繰り返しながら画面を構成コンポジションしていってるわけですよ。わかりますかね、構成していくっていう面白いところがありますもんね。だから日本人は好きですね。だから亡くなったのは1890年、37歳の時に亡くなっております。だからもう130年ぐらい経つんですか、という絵描きさんですが、今なお素晴らしい人気のある絵描きさんですね。まあバブルの頃に日本がいくつか買って、そのうちの1枚ね、いまだに、統合政治記念美術館じゃない、あれは今なんてなってます、損保ジャパンさんですか、にありますもんね。だから本物を見に行けるっていう、ことですもんね。で、当時は日本もすごくこう景気が良かったので、美術品などをいろいろ買ったりですね、まあ例えばアメリカの大きいビルとかも買ったりとかいろいろあったんですよ。若い人は知らないでしょう。絶好調、今のね中国のような時もありました。で、画面構成上少し、端の方に暗い色をちょっと置いてみようかなと思って置いていったりしています。まあ、少し薄塗りで描いていって、今構成的にフュッと線入れましたね。こう緑の斜め上に右上がりの線とかを構成的に、なんとなくこうなると X の構図になって、途中段階でもなんかこう、セザンヌなんかというのはそうですもんね、途中段階でも絵として成り立つように画面をコンポジションしていっております。なんか写実的に描くとなってくると、下書きを寸分たがわぬように描いて、同行してとかインプリマトゥーラしてとかっていう方法をまあ使われていった方がいいとは思うんですが、なかなかそういうこともできないという人や、例えばカルチャーセンターで時間が2時間しかないのでとかっていう人には、こういった画法というのはおすすめできるかもしれません。でも画面全体に手が回っていくというところをちょっとね見てもらえればなというふうに思いました。ゴーギャンと一緒に生活をしてですね、まあそれでもあれ来るわけですね、なんじゃーみたいになったりですね、すぐこうね喧嘩しちゃうわけですよね。ゴーギャンはまあまあ近い年が確か2つ違いぐらいやったんちゃうかなと思います。年が上だったと思いますけども、違うかな、すみません、ちょっとなんか調べようかなと思って、近くに本を置いてありますので読もうかなとは思いますが、どこに書いてあるのかな、一旦止めましょうか。ゴーギャンは分かりました、5つ年上でした。1853年に生まれたのがゴッホ、48年に生まれたのがゴーギャンということでした。まあ年が近い者同士で、一緒に生活するって難しいですよね。絵描きさんだといろいろあるでしょうね、なんか妬み嫉妬みたいな。そしてちょっとインパストといってですね、厚塗りをしていってます。白い絵の具に関してはちょっとしか映っておりませんが、スタンドオイルで練り直したチタニウムホワイトとシルバーホワイトです。
で少しずつ一手一手を大事にしながらですね、柔らかいナイロンの筆で描いていってます。豚毛とかだったらちょっとこう下の絵の具を引っ張ってしまう可能性がありますので、できるだけ丁寧に置けるような毛先の柔らかい絵の具を選択されることをお勧めいたします。で絵の具を少しずつ一手一手塗りながら花びらを描いていっております。廊下で騒いでいる学生がいます。卒業式なので今日は許してあげましょう、静かにしてって言いたいとこですけどね、もう今日別れですからね、卒業式に録音しております。間がちょっと空いております。いつもだと謝恩会やらですね、何やらあって大体お酒を飲んでいたりするんですが、今日はそういうこともないので、間にちょっと時間があるんですね。絵の具をプッと置いていく。でこの板に描くことによって何がいいかというと、少し絵の具を吸うてくれるんで、のせやすくなりますよ。乾くわけじゃないけども少し吸うてくれてのせやすくなっていくので、下の絵の具はちょっと硬くなるというかですね、それはすごいいいです。このピンク色はスーパーマゼンダみたいな染料系の色を使って、絵の具を置いていっております。でまあ一箇所まずドンと書いてやろうと思いました。まあすごい書き込むというほどではないんですが、ちょっとこう書き込んでむことによって周りが少し焦るかなというかですね、焦らそうとしてますこれね。ちょっとずついっていって塗ってきました。まあ、2時間ぐらいです。150何分で書きました。1時間50何分ですみません、間違えました、謝罪してお詫びいたします。でちょっとずつですね、なかなかこういうピンクってね、基本的な色だけじゃ出にくいのでですね、やっぱちょっと変わった色変わんとっていうので、僕はこのスーパーマゼンダみたいな松田絵の具さんが出してる絵の具はたまに使います。紅のとことかほっぺたのとことかに使ったりする色です。で少しずつ絵の具をインパスと厚く塗って厚く塗っていっております。まあ、もっともっと厚くできるとは思うんですけども、今回はこれぐらいでいいかなということでとどめておきますが、黄色いバラとかね、あんまり日頃僕もこう描かないんですが、せっかく このバラもですね、以前ライブペイントで、いただいたお金をもとに原資として使わせていただきました。まだ3万円ほどあるので何かを使おうかなと思ってます。黄色い花を描いていっております。やっぱりこう飛躍的に印象派っていうのは色がですね、科学的な色も含めですけども、色が増えたことによってと、チューブ式の絵の具ができたことによって、チューブ式の絵の具ができたことによってやっぱ型練りという絵の具ができたわけですよね。機械によって練れるようになったので、ですね、人間の力よりも強い力で絵の具を塗ることができるので、硬い、ほんの少しの乾性油と顔料で練れるようになったということですね。でチューブができることによって保存が効いて、少し時間がこうチューブの中で経つと少し、油と顔料が混ざり合うという状態になったりとかですね、だから今の絵の具とまた違うとは思うんですよね。で当時よりもまた今の絵の具はまたどう違うかって僕も言えないですが、当時の絵の具使ったことないのでですね、どんな感じで違ったんでしょうね。もうちょっと粘着性があったんじゃないかと私は読んでますが、ね、ちょっとしてる状態ですね。だから白なんかはシルバーホワイトとチタニウムホワイト、僕は混ぜて、スタンドオイルを混ぜて粘着性というのを高めていってます。それによって厚塗りにも対応できるようになっているんですね。で少しずつこう全体の描き込みみたいなものもしつつ、花の赤いこのバラなんかも描き込んでいっています。まああんまり描いたことないのでバラは難しいですが、まあ花びらのこう形とかをやっぱり花とか描くときはどういう風になっとんかなっていうのは観察してみることも大事ですよ。どういう風についてどういう風についてどういう風になっていくのかなと、またね、花がこうつぼみの段階から咲いていく段階みたいなのを見てあげたりすると案外面白かったりしますよね。まあこういうこうね、動画、いろんな動画を作っていきながら思うこともいっぱいあるんですけども、ちょっと雑談しましょうか。なんかね、ゴッホの話で20分は持ちませんでしたね、私の知識だとですね。交わる人と交わらない人の話をちょっとしてみようと思います。もうなんか YouTube を始めて1年間経ってですね、やっぱり日頃こう、まあ、会わない人とかと会うことが多くなってきたというか、まあ動画上でですけどね、コメント
メントなどなどですね。で、まあその人生において多分すごく仲良くしていく人っていうのは、友達とかも含めるとまあ両手ぐらいの人間じゃないかなと。仕事の人はやっぱ仕事だと思いますので、まあ私はまあそこまで、仲いい方なんですけど、うちの大学の先生たちっていうのは。でも一緒の付き合いをするかちょっと、やっぱり高校とか中学とか大学の友人の方が多分長くなるんじゃないかなという気はしているんですけども、動画とかこういうのを作っていると、例えばなんかこう厳しいコメントとかをいただける方とかもいて、でも多分日常の中ではそういう人には会わないんですよね。まあ会っても仲良くなるっていうことはないというかですね、そういうことを思いながら日々過ごしているんですが、ふとある時そういうことを考えていると、今から20年前、25年前ですね、1996年、5年、4年ぐらいですね、浪人していた時の話です。私のクラスというのは、浪人のクラス、確か20人ぐらいやったと思うんですが、非常に優秀だったんですね。で、優秀で、めちゃくちゃ、芸大は確か1人やったけど、むさび、たまびとかいっぱい受かって、その20人中、むさび、後々ですね、むさびの首席になった人間が2人。で、僕が東京芸大の首席だから3人そうやってね、大学の首席で卒業しているんですね。だからなんか類が友を呼ぶじゃないですが、ゴッホとゴーギャンじゃないですが、そんなこと自分で言うなよって話なんですけども、でもその中でもつながり続けている人ももちろんいれば、そうじゃない人もいるんですね。で、ある時にその女の子が、その子は後にむさびで首席になるんですが、おきそくんの絵をいつも、おきそくんの後ろにいつも誰々さんっていうのがいるの知ってるって言われた、突然言われたんですよ。ほうって言って、どういうことって言って、いつも実はおきそくん、僕らはその浪人時代っていうのはすごく子供も多かったから、朝絵を描くために予備校に行くんですけども、9時から授業なんですが、もう7時前には行って場所を取るんですよ。場所取りって言って、で、場所取って、で、自分が書きたい場所、僕なんか大体一番初め、2番目ぐらいに予備校に行って、10時、これちょうど1時間ですってことです。これ9時からやりました、出しました。場所を取るんですけども、でも8時ぐらいからは書き出して、僕は4時までの授業ですけども、2時半ぐらいには大体終わらせてました。それで、その空いた時間で、美術館、当時は池袋に、セゾン美術館、東部美術館とかありましたんで、行ったり、画集見に行ったり、電車でクロッキーしたりとかしていました。ある時に、私いつも前の方のショーイーゼルというので書いていたんですけど、ある時後ろ、いつも、ある人がいるよっていうことを言われてですね、それで振り返ったら愛くんっていう男の子、確か年一個上やったと思うんですけども、いつもその子がいることに気づくんですよ。これどういうことかっていうとですね、私の書き方をもう一から全部真似してた。ほう、ええんちゃうって言ってですね、僕はその後返事して、ですね、そしたらその子は見事金沢美術工芸大学の方に受かりました。その子交わらないなっていう感じですよね。面白いですね。そのもう一人面白いのがあって、ある時にまた誰かが、おきそくんの絵を、いつも棚があってですね、棚にこういっぱい置いてあったんですね。で、気に入った油絵とかで、それをいつもこっそり見ている人がいるよ。で、また友達が告げ口をしてくれるわけですね。で、その絵を見ていたのが S さんという人で、で、ある時に、はっって言って、その私の絵をその S さんが大きいキャンバスの袋に入れる瞬間をある子が見たんですよ。おきさくん、自分の絵全部あるか確認してっていうことでですね、慌ててその棚を確認したんですよ。そうしたらですね、やっぱりないんですよ、1枚。なんか一番気に入ってた絵がないんですよ。今やったら間に合うかもって言われてですね、大慌てで階段を駆け上がり、地下の部屋だったと思うんですけども、階段を駆け上がり、外を見るとその S さん、腰まで髪の毛があるような男性ですよ。ラーメンマンみたいな髪型してます。その人が走ってるんですよ、ファーッと。肩からカバン、絵のカバンをかけて、で、ちょっと待ってくださいって僕は追いかけたんですね。追いかけて追いかけて。でもその人はもうひたすらもう走っていくわけですよ。で、ようやく追いつくかと思ったら、向こうの方で駐輪場で自転車に乗って、
いわゆる、ドロップハンドって言ってぐにゃーって曲がってるチャリンコ分かりますかね、あれに乗ってですね、肩から絵のカバンだけを持ってですね、シャーッと消えていってしまったんですよ。そして担当の先生に何とか連絡してくれませんかって、僕の絵を持ってったっていうところを見た人がいるんです、実際ないんですけどって頼んでですね、その先生方も連絡してくれたんですが、当時は携帯電話とかなくて固定電話やと思うんですけど、で連絡しても連絡しても全くつながらず、そのままその楽器が終了してしまいました。結局作品は戻ってこず、その人が持って帰ったか否かも分からずじまいということで、その方はどこかの私立の、法な大学に受かりました。まあこういうこと言うてるからアンチが増えるんですけどね、でもそういう人とはもう交わることはないんですけどね。なんかね、面白いですよね。まあ影響でも、その人自身はもうやっぱり2人とも作家としては残ってませんもんね。名前も聞きませんしね、交わらないということも起こります。まあ SNS が発達していくと交わったり交わらなかったりような感覚はあるんですが、まあね、本当に大事な友達とかっていうのはなかなか難しい、作るのが難しい時代なんじゃないかななんていうふうに言いながらね、画面全面に手が加わりながらゴッホ風で本当にいいのか分かりませんが、実際はこれで絵の具をグイグイ乗せていく感じで、描いていったらゴッホぽくなるんじゃないかなという技法を本日はお見せいたしました。交わる交わらない話、本当に気に入ってた油絵だったんで、残った絵とかもほとんどあげました。僕はもうなんかもう潔く、俺はもう大学入ったらもっといい絵描いたるわっちゅうので、実は浪人時代に描いた油絵で唯一残ってるのは1枚しかありません。もしこの動画を見て小木曽先生に絵をもらったっていう人、ぜひ郵送費払いますので、お返しいただけませんかね。すみません、本当に若い頃の絵っていうのはデッサンはいっぱいあるんですけど、油絵が唯一1枚、コンクールで一等賞を取ったという作品があるんですが、それしか残っていないという、惨状でございます。もうその S さんに、貸してしまった、無断でですけどね、貸してしまった作品、無断で借りていかれた作品が一番気に入っていたということだけお伝えして、この動画が S さん、まあ、アイクは別に盗んでませんけどね、S さんも盗んでないと思います。うっかり持って帰ったっていうことは私もよくわかっております。25年経ちました。何も一つも起こっておりませんので、匿名で結構です。佐賀大学芸術地域デザイン学部小木曽先生宛てに、美術品やからな、着払い度高いな、できたら普通のお荷物で着払いじゃなく送ってもらえると、それが善意というものじゃないでございましょうか。ぜひお待ちしておりますと言いつつ、画面全面に手が加わり、本日の動画は以上となります。もうちょっと書こうと思って、ちょっとはあんまりこう見えにくかったんですけどね、乾いた筆で絵の具をぼかしてる瞬間とかも実はあるんですね。だからこう全部を絵の具を置いていくというだけじゃなくて、際と際だけをぼかしてあげてるという作業とかも実はあったりしますので、そういうところもよくよく観察して見てみてくださいね。それらしい絵になってきましたもんね、こういうのね。ということで本日は動画は以上となります。あと何分あるかわからないのがこの動画ソフトの弱点だ。では。
ご視聴ありがとうございました。これならばですね、ちょっと体が不自由な方とかもチャレンジできる部分があるのかなというふうに思って作りました。しっかりこう混色して、絵の具を置いていくという作業ですね。本物を見て描くときにはこういった方法で始められて、それを少しずつこう密度を上げていきながら描き進めていくというふうに考えていけばいいと思います。画面全面をこうちゃんとこう見ながら構成していくということを少し勉強してみてください。また楽しみに、すいませんでは。チャンネル登録よろしくね。 SNS もやってるよ。